こんにちは。気になる男の181話の補足動画になります。まあ、この補足動画の中でお届けしたいのは、セールスの経験がないから売れないと思ってるのはちょっと勘違いだよっていうことなんですよ。特にね、家族を養ってる方でセールスが苦手なのはあんまり関係ないです。まあ、というのが、まあ、最大の困難、セールスで一番難しいのは結婚するってことなんですよね。それこそね、伊達や水郷じゃやってくれませんからね、お互いにね。だからここはありがたいなと思わなくてはなりませんし、しかもその結婚生活ってのは毎日更新されていくわけでしょ。要するにいつ返品されてもおかしくない状態なわけなんですよ。そしてその結婚生活というものをね、セールスに例えると、いろんなものでアプローチしてるわけなんですよ。例えば見た目、格好、立ち振る舞い、そこまで培った教養、もちろん年収とかもあると思いますし、まあ性格ですとかね、それからデートが楽しかったかどうかみたいなことを、言葉遣いの言葉の隅の隅まで判断して判断されてという関係だと思うんですよ。それによって選ばれない方が大多数なんですよね。圧倒的多数。まあ人っていうのはね、何度か恋愛を繰り返していくわけなんですけども、そのうちに誰もいなかったってこともあるんですよ。要するにショッピングセンターに行ってお財布をパンパンにしてね、お買い物をする気満々で行くんだけども、手ぶらで帰ってくるってこともあるわけなんですよ。じゃあどういうふうにしたらね、自分のことが売り込めるのか、自分のことを見つけていただけるのかっていうと、やっぱりね、接触回数とか自己開示をしていくことだと思うんですよ。しかも自分のことだけをベラベラと喋っていては、今度はね、聞き取ってくれませんし、だからといって相手のことをね、質問攻めにすれば取り調べみたいになっちゃうんで、ここのコミュニケーションのバランスがものすごくうまくいったその状態と、持ち前のものがうまいこと組み合わさって、一つの結果になったんだと思うんですよね。まあちょっと誤解していただけない、いただきたくないのはね、じゃあ自分には特定のね、お付き合いする女性もいないし、もしくはね、付き合ってる男性もいないし、ましてや結婚もしてないから自分は無価値なのって言ったら、そうではないんですよ。なんですか、出会いのね、可能性なんですよ、これはね。じゃあ、生涯に100人と出会った人と1万人と出会った人、どっちがチャンスが多いですかって言ったら、1万人に選ばれた方がまだ自分に合った人が見つかる可能性が高いですよね。それと同じで、世の中にあふれている無数の商品の中から自分に適したものを買おうかと思った時に、商品が3個しかありませんっていうお店に行くのか、それともね、10万個ありますっていうところに行くのか、どっちがより自分に求めている近い商品が手に入るかっていうと、やっぱりね、商品群が多い方がいいんですよ。だからなんですよ。だから発信をたくさんしていくってことが大事で、一つのね、YouTube チャンネルから動画が3つありましたっていうと、3つしか選択肢がないんですけども、10万個ありましたって言ったら無数に選択肢があるんですよ。その中で1個気に入っていただいて、そこに、じゃあお金を出してみようかなっていうものがあればいいんですよね。だから10万個あるってことはすごく大事なんですよ。まあ、かといって10万個動画を撮りましょうって今言ってるわけではなくって、圧倒的な手数は必要になってくると、ある程度のアクセスは必要になってくるってことなんですよ。少ないアクセスとか少ない出会いで自分の目標とするものが達成されるってことは、これはすごくラッキーで、ね、能力の高いことだと思いますんで、全然モテなかった人がね、たった一つの初恋をものにするっていうのはものすごく誠実なことだったと思いますよ。でもやっぱりね、たくさん出会える人とかモテる人ってのはそれだけ別れてきたってことでもありますんでね、でどっちがいいかはちょっとね、わからないよねってことなんですよ。単純にモテればいいのか、それとも単純に商品たくさん売ってれば売り上げが取れてればいいのか、これ単純比較できないところなんですよ。まあ、ですんで、自分はどんなスタイルでやっていくのかってことを早めに見つける必要があるんですよね。そのためにも自分が手数を出していって、何だったら組み合わせが適しているのかってことをね、見つけていかなければならないのかなっていうところでございます。まあ、ですんで、モチベーションが落ちるのはすべからく手出しが少ないからなんだと思うんですよ。で、今回私の方、速稼塾の方では、その手数をね、言ってみれば強制的に増やすためにこの対談を用いたりとか、まあ、皆さんの塾生さんの動画を積極的に紹介するってことをしてます。その根底にあるのは、私自身がアクセスが取れているってことなんですよ。自分の取れたアクセスを自分のためだけに使ってしまったら、もちろん自分の商品は売れやすくなるでしょう。でも私としてはやっぱりね、アクセスの取りにくい人にどれだけ恩返しができるかなっていうのが、入塾の特典としての、1万人以上のこのチャンネル登録がいるよっていうことと、毎日ライブ放送したりとか、毎日動画を量産してるって、私のまあ持ち味だと思うんですよ。まあ、ですんでね、単なるノウハウだけお伝えして、で販売者が売り上げ上げて万歳っていうような、そんなコミュニティでは速稼塾はなくってですね、むしろ私の方はもう自分の売り上げとかいいから、あなたがまずはね、売り上げ立てなさいよっていうね、こういった考え方なんですよね。で、今回の補足動画なんですけども、最初にね、話戻しますと、
セールスの経験がないから売れないと思ってるのはこれは間違いですよということなんですよ。すでに人生の中で様々な交渉とかをしている中で、例えば就職面接をしてね、そこを通りましたとかね、あるわけですよね。でやっぱりこう、タカさんの場合は家族も持ってらっしゃるということで、毎日その交渉の連続というか駆け引きの連続っていうようなねことになるのかなと思います。駆け引きっていうとすごくいやらしい言い方になるかもしれませんけども、やっぱりね、奥さんとしても奥さんにしてもそこまで無茶は言ってこないと思うんですよ。いろいろ要求があるにしても、例えばね、ニューカレドニア島の1週間の旅をくださいとか言わないわけですよ。やっぱその辺はこのぐらいだったら言うこと聞いてくれるだろうなっていうふうな間合いを測りながら家族ってのができてると思うんですよね。でその間合いがちょっと外れちゃった場合に、ちょっと話し合いが必要だったりとかね、ちょっと不機嫌になったりするっていうことはあるかもしれませんけども、まあでもね、やっぱりなるべく家族が求めるものを求めてないうちに準備ができるように、お父さんとしては頑張っておきたいじゃないですか。そういった形で今回の補足動画っていうのは、大丈夫ですよということを言いたいわけですね。セールスが苦手だからできないってこととは全く当たらなくって、とにかくね、今家族がいる方はセールスが上手ですよってこと、それだけを申し上げたくって動画にさせてもらいました。その他ですね、この対談っていうのはそのままトレーニングになるでしょ、自分の発信したことがどのぐらい取り上げられるのかっていうことと、動画のやり取りですから、いただいた動画の感想を言うだけなのか、それともそれを超えるような動画を勝負のつもりでこっちから作っていくのかとかね、まさにそこなんですよ。でどんどんこの動画を引っ張っていくリーダーにならなくてはいけないってことになります。どっちが軸になるかってことはもう両方軸でもいいわけなんですよ。二連星って言ってね、お互いの引力で引き合ってこうぐるぐる回る星のようにね、ガミラスとイッサカンダルみたいなもんですけども、やっぱりね、月と地球みたいな関係でなくていいわけなんですよ。どっちかが主でどっちかが従じゃなくてもよくって、やっぱり私はこの気になる男シリーズを通じて自分のセールスはしてませんけども、結局は内容が良ければ私の方から売れていくってことになると思いますので、そこはね、私は特にセールスをせずにこうやって進めていくわけなんですけども、このタカさんのね、YouTube動画、 YouTube コミュニティ、 YouTube 塾ですか、こちらの方もそろそろね、目立たしていった方がいいのかなと思いますんで、じゃあ、前回もお伝えしたんですけども、タカさんのね、 YouTube 塾になんで入る必要があるのか、入ったらどうなるのか、これを繰り返し紹介していったらどうかなと思います。きっとね、前回のタカさんの動画でもありましたけども、1ヶ月でチャンネル登録1000人みたいなね、ものすごい速度でいくわけじゃないですか。私もこの1ヶ月はね、200人ちょっと超えるぐらいだったんで、なんかすごいノウハウがそこにぎっしりと詰められているのか、それとも1000人いった方の潜在力がずっとあってそれがブレイクしたのか、いずれにしてもタカさんの塾に出会えなければこれは成り立たなかったと思います。ひいて言えば、即価塾ってものにお二人が属してなければこの YouTube での飛躍はなかったと思いますし、もっと言うとですね、いろんなことに失敗してきてたどり着いた先が YouTube だったっていうところもあるかと思いますんで、今までのその失敗がここで資産になったってことなんですよ、ね、で一番最初に多分思ったのは、インターネットだったら簡単に稼げるかもしれないと思ったでしょ。その勘違いはすごくいいんですよ。でやってみたら、あ、やっぱり簡単な世界じゃないんだ、でも何をやればいいのかなっていうふうになるわけじゃないですか。簡単じゃないんだったら、側近じゃないんだったらやめたにならなかったわけでしょ。だからそこが第一関門ですよ。すぐに簡単に寝てても金になると思って近づいてきたらそうじゃなかった、よしだったら気合い入れてやろうかなって思うのか、なんだ楽できないんだと思って退場していくのか、そこで大きなハードルがあるわけなんですよ。でここまでこの動画を見ている方っていうのは、多分自分の人生をつかむためには多少のロークは厭わないって方だと思います。でそのロークの種類が出勤してどっかの会社に稼いでねっていうことではなくて、自分一人でパソコンでねっていう方だと思うんですよ。だとしたらこの私とタカさんの動画に巻き込まれた意義は十分にありますんで、これからもついていただければいいと思いますよね。それじゃあいってらっしゃい。